皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2020年公開の、ザ・ベビーシッター、キラークイーン。現代、ザ・ベビーシッター、キラークイーン。監督はマック・ジー。脚本はダン・ラガナ、ブラッド・モリス、ジーミー・ウォーデン、マック・ジー。主な出演は、ジュダ・ルイス、ジェナ・オルテガ、ハナ・メイリー、など。あの夜から2年、コールは未だに当時の記憶に苦しめられていた。カルト集団の痕跡が全て消えていたために、誰一人としてコールの言葉や彼の身に起こった出来事を信じなかったからだ。しかし、期せずして奴らが再び現れ、状況を飲み込めないまま、コールはまたしても悪夢に立ち向かうことを強いられる。というストーリー。ほぼ前作と同じキャストで作られた続編だが、話も前作からの続きなので見ていることは必須。第一作が楽しめたなら、本作もおすすめ。内容は今回もいきなりの急展開。目新しさはないが、ノリと勢いで一気に駆け抜ける。どうやって話の収集をつけるのかと思いきや、なるほど、その手があったか。個人的には、主人公の初恋相手メラニーの末路が切ない。ということで、評価は。Thumbs up!